土曜日の夕方、サタデーナイトの入り口にラジオの電波に乗って1時間限定でオープンするスナックラジオ。店主はリリー・フランキー。時に香ばしく、時に甘酸っぱく、時にほろ苦い、そんなスナックにぴったりなトークが繰り広げられる店内。本日はどんな時間が流れるのでしょうか。リリー・フランキースナックラジオ。この番組は東京 FM をキーステーションに全国38局ネットでお送りします。いらっしゃいませ。土曜日の夕方に皆様の脳内でオープンいたしますスナックラジオ、店主のリリー・フランキーです。そして今日のアルバイトは河村夏樹とバビーです。せーの、リリーさんお誕生日おめでとうございます。そうですか。なんでそんなことある、ね、またなんですかね。今日はね、週もお休みで、子さんのね、そうですよ、元ポニーテールズ。そう。すごい、オール。そんなするリアクションが。うん、昨日でしたけどね。はい、はい。いやー、もうでもね、自分の誕生日が来るっていうことはもう今年もあと2ヶ月というか。うん、うん。ね。また何事もなく1年が過ぎていきますけども、うん、でもね、ちょっとこの番組12月クリスマス近辺に皆様をお招きしてイベントすることになりました。すごーい、うん、パチ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 。また詳しいことが全然決まってない。全然決まってない。全然決まってないので、ね、どういう風にして、ね、どれくらいの方に来ていただけるかもちょっとわからないんですけども、なんかね、いろいろやることは決まってるみたいです。わーすごい、ね、楽しみ。そんなにたくさん来ていただける場所でやるって感じでもないんだと思いますけども、やっとね、始まってもう2年近く経って2年ぐらいかね、それでやっとリスナーの方の顔が見れるっていう。どんな、すごい、初めてですもんね、うん、そういうイベント。うん、そうなんです。やっぱちょうどそのコロナと同時にこの番組が始まったりしたから、そのイベントもできなかったけども、うん、クリスマスは皆さんとっていうことにわなりましたね。バビオさんもね、はい、なんか最近いろいろ個展やったりとか、いろんなことしてるらしくて。そうです、あ、うん、言います。いや、編集で切りますけど。え、なんでね。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 近所のおばさん。なんでね、それマー君。土下座とそれ、なんでね、それ。なんで、なんでね。なんで。11月、もう始まってるんですけど、1日から、西武の渋谷店で個展やってます。うん、で、5は、うん、在庫してるんですけど、うん、あ、今いますね、うん、今いる感じです、うん、で14日までやってるんで、うん、ほぼ毎日いると思うんで、うん、おー、ちょっと待って、いるのはいる、いるんですけど、だって、うん、居場所ないじゃないですか、百貨店に、うん、そうね、24時間、うんうん、自分が24時間じゃないけど、だからそこどうしようって感じです。バビさんが、あともう一個だけ言ってもいいですか。ダメですね。なんでね。なんでね。告知は一個までですよ。あともう一個だけ。はい。現在全国公開中の映画、うん、天魔荘の三姉妹、うん、北村隆平監督の、うん、のんちゃんが主演で、うん、のんさんが主演で、門脇麦さん、大島優子さんの三姉妹のお話なんですけど、うん、その劇中にある絵画を私が書きました。もうお前多分編集でお前ね、1枚もっつったよね。いやいや、言っていいですか。めちゃくちゃ大事なシーンだから。なんかその大事なシーンでその大笑いしていいわけ、それなんかこう、え、
お前の絵が出てくるわけ。大じゃないの。もう大泣き。ゲラゲラゲラ。払いたい。殺される。ちょっと。何あの絵みたいな。大泣きしちゃうから。え、私なんて言いました。デンマソウ。いや、デンマソウ、そんなこと言ってないくな、私。なんつって。え、デンマソウって聞こえたとか。デンマソウって言ったよね。言ってた。いやいや、大島優子さん、川崎麦ちゃん、のんちゃんでデンマソウだったら、俺もう今から見に行く。確かに。確かに確かに。はい。そうですか。はい。おバビさんに。ね、ちょっと喘息のため休お休みしてたバビさんに、バビさんが最後に、まあ何週間前にバビさんが自分でフランスに住んでた時に金なくて歯抜いた話を、あ、はい、親知らずくん、バビさんが奥歯を自分で抜いたと言ってましたが、正直驚きました。私は歯科医をしています。たまに自分で歯を抜いたという方はいますが、大体はご高齢で歯周病が進行し、歯がグラグラしてきて指でつまんで抜いたりするケースが多いと思います。下の奥歯は根っこが2本あり、曲がっていたりすると2つに割らなければ抜けません。バビさんは歯を割って抜いたと言っていましたね、はい、正解です。おらら。でも若くして麻酔なしで自分で奥歯を抜いた人は、私歯医者を25年しておりますが、バビさんが初めてです。バビさんのど根性に感動しました。あと上の奥歯を抜いたら自然に親知らずが生えてきたと言っていましたね。それも正解です。おら、親知らずの埋まってる位置にもよりますが、つっかえている前の歯がなくなると自然に生えてくることがあります。治療できないほどの虫歯だったりすると、わざと虫歯を抜いて親知らずを生えさせるという方法もあります。あ、親知らずが綺麗に生えたバビさんの強運に脱帽です。歯を大切にすることは健康寿命にも深く関係しておりますので、スナラジの皆さん、時々歯医者さんへ行って歯科検診を受けてくださいって、バビさん免許が取れますようにって。ほら、聞きました。すごいね。うん、合ってたんだ。でも本能的にやったもん、合ってると思ったもん。でも非常にラッキーが重なってたね。なのかな。でもそのさ、割るとかすごくない？これ割んないとダメだとか。ああ、そう。いやでも神経あるものを自分で割って自分で抜くっていうのはね、大したもんですよ。お前多分スパイでどんな拷問にあってもゲロしないと思う。あのよくあるじゃん、スパイ映画でさ、自分の 歯の中にさ、ああ奥歯にね、なんか毒を入れててカチッて噛むと、それでもう自白させる前に自害するっていう。そう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 、あるあるみたいな。バビはもう奥歯取ってるから、その仕掛け入れてるから今。そうです。いつでもカチッてできるようになってる。入ってる入ってる。どんな秘密を握ってるわけ。それはね、今までうさぎさん65歳の方です。今まで長い間ラジオ番組を聞いてきた人生ですが、この番組がナンバーワンです。なぜなら皆さんが正直で、話の内容が本音だからだと思います。めちゃくちゃ面白いし、リーさんの博識さ、ツッコミ知的ですし、こんな、番組をエロいとか下世話とか批判する人は理解不能です。皆さん長く続けてください。いやでもこんな自力で歯抜いてるやつの話何の役に立つのでしょうかではありますけどね。でもね、道でね、うん、この間もディレクターと坂野圭介と神保町かな、歩いてたらすっごいなんか美少女に声をかけられ、うん、ラジオ聞いてます。え、でもね、美少女なんだけど、やっぱこのラジオ聞いてそうだなと思ったのが、金髪で鼻ピだったんだよね。かっこいい。やっぱ人ひねりというかね。人ひねりある。確かに。そうなんです。だからなんかね、ちょっとラジオ聞いてますってことをね、よく言われるようになりましたので。ああ、うん、聞いてらっしゃるんですね。うん、バビオさん言われますか？いや、私も言われるんですけど、あ、違いますって。あ、私じゃない。違いますって。違います。あ、それ私じゃない。それお父さんにもそう言ってるもんね。そうなっちゃう。それ全部なっちゃう。それなっちゃう。全部なっちゃう。三人いるの全部なっちゃう。なんかもうでもね、すみません。でもまあクリスマスちょっとみんなとできるってだけでもちょっと今年楽しそう。楽しみ。うん。でもなんかでもね、クリスマスなんで、ほら童貞一門たちいるじゃない。はい、童貞一門たちクリスマスすることねえだろうなと思って、あ5人ぐらい、ここに関しては招待しようと思って、はい、え、ん、童貞一門が集まって、やっぱコーラスが聞きたいわけよ。コーラス、童貞一門の、もろびとこぞりてみたいな。聞きたいかも。住んでるよ。うん、そうですね。なので、うん、なのに
ちょっとね、童貞一門たち、こんな、招待されるはずだったのにって、童貞一門の二人から来てるんですけども、童貞一門23歳、岡山。最近人生で初めて彼女ができました。すごく嬉しいのですが、同時に悩み事が一つできました。デート中ずっと元気になってしまうことです。童貞一門43歳こんにちは、童貞と申します。この度彼女ができました。正直なところまだ実感がありませんが幸せです。やはり何かを良くするならば行動するしかないようです。ほら、もう呼ばれないか。もう呼ばれなくなっちゃった。呼ばれなくなっちゃった。残念だな。残念でした。やだこのラジオ。みたいな参加できない。残念でした。残念でした。まだでも童貞であるかもしれないですけどもね。はい、だから一応童貞ファイルには入れときます。うん、ねえ。いっぱい会いたいし、やっぱみんなほらクリスマスパーティーだから出し物を。出し物、うん、出し物あれじゃない、ホワイトラブじゃない、私とバビさんの。ああそうじゃない、もう言ってて、言ってたよ、ね、思い出すね、思い出さなくていいのに。なんでよ、ね、え覚えてる人いるって。 なちゃんやりたいから、なちゃんやりたいからさ、やるよ、変なこと思い出してまた。じゃあそれな。ええー、クリスマスだからってそんなに盛り上がったことはないけど、でももうね、久しぶりにみんなとイベントができるんだって、それは楽しみ楽しみ、うん、じゃあクリスマスの曲ですかね。うん、これ毎年なんか聞いてるけど、みんながもうクリスマスの曲は何ですか、ジェネレーションの時に、ね、30前後というか、マライア・キャリーさんなんですけど、うん、私一緒だよね、うん、カボアさんとか、うん、メリクリ、うん、懐かしいよね、やば、うん、そのぐらいだよね世代、うん、だって M ステでメリクリの前に歌ったのが、うん、福山雅治の泣いたりしないでなんだよ。おお。あ、それオンエアの順番、はい、オンエアの順番、ものすごく情報が細かい。覚えてるのもね。そう、じゃあ泣いたりしないでにしようか。あの曲好きだから。いいですよね。はい、じゃあバービーさん曲紹介してください。はい、福山雅治さんで泣いたりしないで。この曲、福山くんの年末のね、あのコンサートを見に行った時にこの曲が新曲で、でその横浜の帰りに何話してる時に泣いたりしないでこっちへおいでよ、さっきほらね、この曲に関する俺の思い出を喋ろうと思ったら急になんかさ、このケースがびっくりした、何もう曲かかってると思ってここまでもうすごかったですね、ポンコツだらけですよもうね。なんかいや、この曲が新曲の時に福山くんの年末のコンサートで、でも相当前だよね、もうだって20、この曲がすごい前だから20年近く前なの、うん、そこまで前行かないまでもですけど帰りになんか車で乗って帰ったタクシーで接触事故に遭ったから、うん、だから余計覚えてる、うん、いやすごい深い話が来るかと思ったらちょっと待って、私はもうそうだと思ってた、うん、あ、そっかそっか、それ大変、確かに大変、あ、うん、そうか、バビさんが期待していたのはもっと奥行きがある話だと、うんうん、奥行きがある、そう、なんかマシャとの思い出とか接触事故で嫌だったなって話嫌だったなそれがね遮られて、うん、でもなんか曲ってその、それぞれの思い出あるじゃん。あの人のと付き合った時にはこの曲よく聴いて、一緒に聴いてたなとか。わかる。だから、同じ曲でも全員その曲の印象違うのはそういうことじゃない。うん。えみこさん31歳。31歳で4歳と2歳の子持ちの既婚者です。私の初恋の人は小学校5年生の時に同じクラスだったゆうたくんです。中学生の時告白しましたが、部活が忙しいと振られて初恋は叶いませんでした。それ以来彼は憧れの人で、結構な頻度で夢に出てきたりしていました。ところが先日彼と偶然再会しました。
長男の七五三のご祈祷をするために訪れた神社の祭壇の前で、すぐに彼だと分かりました。神主さんが読み上げる祝詞に入った彼の名前を聞き、胸がギュッと締め付けられた感覚を今でも覚えています。息子の健やかな成長を願わなくてはいけない場所で、なんてひどい母親だとは思いましたが、神様はなんてことをするんだろうと祭壇に向かって思いました。彼は奥さんとお嬢さん二人で次女さんのお宮参りに参拝に来られていました。心の中でお幸せにと伝えました。声はかけませんでした。もう二度と会うこともないでしょう。私の初恋は2回目の失恋を迎えました。ん、なんですか、その バビさんの鎮痛な面持ち。いや切ない。うん、でもお互いね、子供もいて。君たちご祈祷って受けたことないか、これどういうシチュエーションか分かります？ご祈祷受けた、神社でその神主さんとか宮司さんとかが来て、そのまあこれからのあのね、無病息災とかをちゃんとこうやって、受けたことある。映画とか舞台とかのインする前にこれみんなやるんですよ、うんうんうん、集まって神主さん来て、うん、なんだけどみんながこうちゃんと神妙にして、で神主さんが、まあ、神主さんの格好じゃん、あれで出てくるわけなんだけど、もうほんと奇靴、なんかビビアンのロッキンホースみたいなの履いて出てきて、でもそれでいわゆる監督の名前とか、ここでねそのお子さんの名前を読み上げるっていう時に分かったわけじゃん、あ、ゆうたくんだって。だから映画とかのクランクインの時も読み上げるわけ、その神主さんが主な出演者を、うん、その時にちゃんとした名前だったらいいけど、笑っちゃいけないと思ってるから変なとこでスイッチが入るわけよ。凶悪って映画の時に、うん、ね、主役山田とか、山田とか雪のとまだ全然大丈夫、大丈夫大丈夫、ピエール滝のリリーがフランキーの俺もう次ねジジイブーの来たらもう絶対俺はもう無理とか。だからね、こうね、シクシクとした場所ってね、うん、なんかどこに笑いの地雷あるか分かんないから。うん、分かります、ね。確かに。あとね、宮司さんの役もやったことがあるの。だから毎日、本当九州の宮地岳神社っていうね、すごく大きな神社で、宮司さんの、に、もう実際の宮司さんの衣装を借りて、だから、ノリトの練習とかも宮司さんにしてもらってたの。結構俺、読めますよ。すごい。うん。ミコッチャケンっていう映画だったんですけど、ミコが広瀬アリスさんで、俺がアリスのお父さんの宮司さんとミコっていう。なんかそれこそ幸男が明治神宮とズブズブなんですよ。すげえとことズブズブだな。ズブズブ、うん、そうそうそう。だからなんかよく連れてってもらったり、なちっちゃい時ね、いやよく連れてってもらったりで、ズブズブじゃなくてもまあ誰でも行けるよあそこ。じゃあなんか中に入って、うん、幸男の名前が飾られてんのよ、奥の奥に、うん、そうそうそう。でそこでなんかよく二人で踊ってた。え？よくその祭壇の前で、そう、二人でこうやってビートビートビートすごいな。いやでもね、本当お葬式とかこういうのとか粛々としたとこほど、よくなんか本当もうシリアスなお葬式の場所でね、そのもうみんなが泣いてるのに、なんかお焼香で立ち上がって足がしびれてこけて、もうみんなが笑うに笑えないっていうのとか、うん、まあ頻繁にあるんですよ。お葬式さん結構盛大にやりたい派？ん？お葬式自分の。ああ、それね結構ね、うん、イメージするのよ、うん。お葬式がさ、人間最後のイベントじゃん。うん、だからお葬式ぐらいパッとやっていいのかなって思う反面。うん、お葬式とかは本当にしなくてもいいかも。まあでも三浦淳さんが言ってたよ、もう俺の最後のイベントは葬式だから、うん、物販充実させたって。三浦淳グッズをめちゃ売りたい。いやばそう、うん。そうか。どうですか、どういうお葬式にしたいですか。いや私お葬式
私も決めてることがあって、うん、私これはもう遺言書に書いてあるんですけど、うん、お前遺言書いてんのも書いてるの毎年書いてるんですよ。だって考え変わっちゃうから。いやお前もうさ、お前31ですでにエンディングノート書いてるすごい。だって何があるか分かんないじゃん、交通事故だったり、ね、うん、何があるか分かんないからすね、こうとりあえず今の遺言どんなこと書いてあるの。今のは、絶対に、男の子は呼ばないでほしいと。ああ、私のお葬式を出会いの場にされたら困るし。あ、生き残ったお前の友達が、そう、お前がなんか訳あった男の子が来て、はい、そこで出会って、なんか寿司とか振る舞われてて、うわ、なんか、じゃあ LINE 交換しないみたいな。そう。で、なんか私の死を一緒に悲しんでるってでさ、仲深められてもさ、うん、めっちゃムカつくじゃん、それ。あとね、人のね、生き死に立ち会った後はね、うん、あの人間、まあ、タナトスというかさ、うん、そういうので、ちょっと性欲も高まるんですよ。でしょ、うん、へぇー。ほら。でもなんかわかるかも。でしょ？なんかわかるかも。なんか一番グロいリアクション。やだ、そうなんじゃないけど。そう、わかるわかる、そうね。さすがバビーさん。はい。なんでそんなことはさせないよと。でも、これね、うん、あの、ミラジュンさんにも頼まれて、あの、俺が、あの、受付で、一応葬儀委員長として仕切るから。あ、はい。だから、そういう人たちが、うん、男女が一緒に来ても、一緒にならないようにします。うん、あ、わかった。だからね、関係者席受付と肉体関係者席受付を、うんうん、分けるんで。だからもう急にもう席とかで、あの寿司とかが出ても、肉体関係者は肉体関係者の寿司。安心だ、安心。関係者は関係者の寿司。安心だよ。関係者と肉体関係者。あの寿司のランクも違う、違うから。どっちのが上、どっちのが上？うん、それはやっぱ肉体関係者の方がやっぱ寿司はいいよね。なるほどね。おー、いい席だよ。めっちゃ面白い、それ。うん、受付違うからバビ心配しなくても、その後に、お前の肉体関係者と、うん、あの、普通の関係者が話すことがない。あ、本当？うん、あ、じゃあよかったよかった。でもその代わり、肉体関係者席はバビに関係があった男ばっかじゃん。ああ。で、そいつは食いながら、ぶっちゃけどうでしたバビさんって。いや、マジ俺あいつほどなんか感動やつ知らないっすね。いや、俺もっす、みたいな。え、でもいい。最高じゃん。いい噂、うん。うん、寿司食いながら。私それ見てたよ、もう天井から。いや、大丈夫。葬式の時はまだお前成仏してないから、その辺で見てる。あ、そうか、その辺にいる。よかった。いいよ。もう。それ途中でもなんかさ、あの、向こうはお経を聞きながら、寿司を食べてるけど、こっちのバビの肉体関係者席は、Welcome Tokyo! ドギ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 出し物いっぱい出てくるから。いい。いや、それはちょっと、ね、そんな面白いならね。うん、しかもリリーさんがちゃんと仕切ってくれるんですね。いや、ちゃんと。いや、俺ができるのは、はい。山田様ですね。はい。山田様は、あっちの関係者席の方へどうぞ。はい。どうぞ。バビが、生前お世話になりました。今からハイエース、もう出れる？いや、VIP!VIP! 違う、人数多いから。人数多いから。あの、11人乗りいっぱいになったら出す。みたいな、武道館。あと、ハトバス。バビ様葬儀、肉体関係者席受付。ハトバス8台ぐらいな。ねえ。ねえ。いや、死んだらもういろいろが祝福ですから。リリーさんの想像力すごくない？すごい。なんなの？そこでこそ物販じゃない？バビズ。そうだよ。そっか。なるほどね。でもなんかほんとそのさ、俺もその母親が亡くなった時にもう本当にこじんまりやりたいって言ってたんだけど、その知り合いの社長が、いや、こういうのはね、お前のためにやるもんじゃなくて、お母様のためにやるもんだから、って言って、いろんな方にちゃんと連絡しなさいって。でもお袋が死んでも20年ぐらい経つけど、東京に来て7年ぐらいしかいなかったけど、うん、でもこの人大したもんだなと思うのは、今でも俺死んでからお袋が死んで20年お袋の線香を買ったことがないんですよ。うん、20年間誰かしらがお母様の、あの、ご仏壇に行っててくれるっていう。うん、それってなかなか20年続かないじゃない。うん、ね、その人の、まあ、生前の、まあ人徳というにはちょっとあまりにまだですけど、うん、まあね、死んでもなんか思ってくれてる人がいるんだなっていう、うん、逆そうね、逆、なっちゃんどうしたの？もう面白かったよね。うん、何が？本当に鈴子さん最近面白すぎるよ、ね。面白い。ディレクター？ああ、なんかあいつ面白かった。言って、俺はもうなんかあいつの話は聞かないんですけど。何か言ったの？でなんか。またマイクを通して独り言言ってたから何食べたら死ぬでみたいな
独り言といえばなんか肉体関係者だったらこの曲がみたいな、うんうん、なんか鈴子はリクエストしたの、ディレクターなのに曲リクエストすんなよっていうじゃん、おすすめの曲があるらしい、おすすめをじゃあ、うん、肉体関係パート2にしようかな、じゃあ、あれおまさかの採用、うん、じゃあバービオさん紹介してください。はい、ライムスターフューチャリングクレイジーケンバンドで肉体関係パート2。この曲はもともとねクレイジーケンバンドの肉体関係っていう曲がありました、それにフューチャリングライムスターでパート2になってるってことですかね、うん、うん、葬式ね、いやでも今から遺言書いておくのはいいことですよ。はい、遺言に本当にリリーさんにはお世話になったみたいなことは書いてるんですか。あ、まあとね、リリーさんは三列車にいます。三列席にいる、三列席書いてるの。ああ、葬式に来るやつもちゃんと、うん、あの席次考えてるの、うん、もうそ、え、だってその友達とあの親が誰呼んでいいか分かんないみたいになっちゃうじゃん、私のこういう関係知らないから、うん、そうで呼ばなく、絶対呼ばないでって人も。じゃあさ、お前のそのボーイフレンドは来たら女友達と被っちゃうから、うん、俺とジブラさんとお父さん以外は全員女の子ってことだ、うん、いや待って、それすごいぜ、まあまあまあ、でもほぼそう、ほぼそうだよね、はい、だからこう男友達と女友達を、じゃあバビーの祭壇の前で俺とジブさんとお父さんが女の子の中に3人だけいるんだ、うん、そうですよ、そして俺らが3人でバビーに背中を向けて忙しくなるぞ地獄地獄の葬式リリー・フランキースナックラジオ、リリー・フランキースナックラジオ、はい、ここからお聞きの皆様いらっしゃいませ、スナックラジオ天使のリリー・フランキーです。今日は、アルバイトは、なっちゃんとバービー、はい、久しぶりにこの3人ですね、うん、うん、アンダーソンさん33歳、私には5歳年上の兄がおります。家族合同で温泉旅行に行きました。美味しいご飯を食べ満足し、ゆっくり温泉にと思い大浴場に向かいました。兄も同じタイミングで入浴、ちょうど兄は体を洗っているところでした。その時初めて兄の息子を見たのですが、兄の息子っていうのは比喩の方ね、お兄ちゃんとお兄ちゃんの子供がいるっていう意味じゃないですよ初めて兄の息子を見たのですが、もうでけえのなんのって僕の息子の2倍はありました。兄弟でこんなに違うものかとショックを受け、今でも心が晴れません。嫁にそのことを話すと、人それぞれだから気にしなくていいんじゃないと言われました。いやこれマジでそう何どうしたどうした、さすがバビさん兄弟肩はめたことある人しかわからない、なるほどね、違う、なるほど、それマジです、肩にははめてないけど、うん、あの見たことはあるんですよ、なかなかない機会ですけどねないですよね、いやだからすごい長い付き合いとかだとあるじゃないですか、うん、その全然変な意味じゃなく、うん、長い付き合いとは、ただの友達時間が長いね、ちょっと時間が長いそうそうそうで、あるんですけど、うん、それこそお父さんと息子さんの、うん、お兄ちゃんと弟さんの、うん、を見たことあるんですよ。世代超えてるね。はあ、そう、やっぱでも、うん、言ってみればさ、うん、顔とかってなんだかんだやっぱ似るし、うん、その遺伝子ってやっぱ本当になんかえぐいなって思う時もあんのよ、はいはい、なんか全然一緒に住んでないさ父親とどんどん俺が似てきたりとかする時、うん、なんかもう遺伝子ってもうちょっと個性持てばみたいな、うん、で似るじゃん、うん、それなのに兄ちゃんがでかくて、うん、俺なんで兄ちゃんの半分しかないんだろうってさ、これは弟消せないの分かる、でもバビさんはそういうものだっていう、はい、あ、そう、もう全然違う、片方に行くんだ、行ってる本当に片方が吸い上げてんだ、吸い上げてる、確実に両方でかい兄弟ないんだ、いやその何この世の全兄弟見たわけじゃないけど、またまた、まあ、ご謙遜なさって、ね、ちょっとねもう本当よ、いやでもなんかこう私が見たことあるご兄弟、うん、ご家族は全然違う、
あ、そう。あ、そう、あ、なんか、あそこの一家、うん、みんなでかいねはないんだ。うん、見たことない。でもさ、時々すごいおっぱい大きいガールフレンドが妹連れてきたみたいなとかなった時に、あれ、うん、妹全然ないな。そう、同じこと言おうと思いました今。おっぱいそれ本当ある。やっぱあるよね。でもおっぱいってやっぱなんだかんだ遺伝するじゃん。おっぱい大きい人のお母さんとかおばあちゃん結構おっぱい大きい。そうそう。でも兄弟が全員でかくなるかどうかわかんない。あ、兄弟はどっちかがめっちゃ大きくて、どっちかがもうちょっと小さめとかも全然あるよね。あるよね、あるあるある。これはさ、でも、下せないよね。そうね。なんで兄貴だけって。うん、でも、お兄ちゃんが大きい場合、うん、弟さんの方がエリートだったりする。ああ、頭。それは経済ケースじゃない。兄ちゃんがね、兄ちゃんがもう最初の子供だから、もうなんかいろんなもうね、うん、もん食べさせて、もうね、うん、本当息子だけがブクブク太って、そう、太って、なんかこう、好き勝手遊んでるかもしれないけど、うん、その小さい方の弟さんの方が、すごい仕事バリバリできてたり、うん、いやでも弟は思わない、うん、同じさ兄弟で心地がいとかだったら、うん、ちょうど兄ちゃんのお下がり着せられてんのよ、うん、いつもその制服も体操服も普通なんかお兄ちゃんが着なくなったものをお下がり着せられて、うん、俺はずっと兄ちゃんのお下がりだ。なのに息子もお下がれないのかっていうことじゃないですか。なるほどね、確かにそうだな。なんで俺だけ半分の丈になってんだ。なんかさ、そこだけ遺伝子のあれ違うんですかね。似ないもんなのかな、胸とか、ね、そことかね。え、うん、他全部ね、骨格とかは似てたりする。いや、それはさ、兄弟だから消せないはまだわかるけど、俺ね、この人一番のミスはこのことを奥さんに話したことだ。兄ちゃん俺の倍あったよ。そして俺もショックなんだけどって言った奥さんが、人それぞれが気にすることないんじゃない。でも奥さんも気にするよ。気にするね、うん、この後お風呂入って次の日ね、みんな出発して朝ごはん食べましょうって、みんな浴衣で、もう奥さんずっとお兄ちゃんの浴衣みたいな、うん、うわーうわーどうする。バービーの旦那さんに、さっきも大浴場で、うん、兄貴俺の倍以上あって、もうすげえじゃん、なんで兄弟でこんな違うんだよって、って言ったら、まず言われたらなんて言う。いや、そんなん気にしなくていいよって言って、ね、うん、で、女の人って大きいのが好きなわけじゃないよ、うん、とか、そうだね、うん、そこまで言って安心させといて、うん、行くね。最悪。いや、もう本当に最悪、どうしよう。絶対カットしてほしい。いや、でもさ、逆に、その、別にそのお兄ちゃんがでかかろうが小さかろうが、その奥さんが変な目で見るってことはないと思うけど、うん、変な情
情報を入れると気にさしてしまう。そう絶対ないけど。またそしてさ、これお兄ちゃんも弟の見てるわけじゃん。うん、あれ俺の半分しかねえじゃん。うん、でまた変な自信持つじゃん。で大体こういうさ、自分の大きいと思ってる人、大きく見せたい人って、大体ストレッチの効いてるピタピタの機体さんが履いてるようなズボン履いてるから大きく、ね、そしたら余計この奥さんも気になるのよ。なんかピタピタで膨れてるみたいな。確かに、プリンシパル、ね、プリンシパルみたいになってはる。ほんまやで。確かにプリンシパル入るでしょ、やっぱこれ。そしたらやっぱ目に行くじゃないですか。確かに。本当そうね。なんかなんで言っちゃったのよ。だから純粋なのこの人。言わなくてよかったのにね。すごい大きかったんだよって言われたらどうしても気になっちゃうもんね。そう、気になっちゃう。ね。どれくらいかだけ見てもいいって感じ。そうね。その絶対変なことしないからって。でしょ。うん、いや例えばじゃあ俺がね、じゃあ彼女でも何年の彼女が温泉から帰ってきて、私妹と初めて温泉に行ってびっくり、あの子あんなおっぱいあったんだって言われたら。ああ。見ちゃうよね。で次の日ね、おはようございますって言いながらみんなでさ並んでさ、うん、あの海苔とかちょっと炙ったりとかさあの旅館の朝ごはん的なことをしながら、リアル、もう気になっても朝飯の味しないよね。もうね、絶対しないよ。絶対言わないでしょ、バビさんだったら。自分の妹がいたら、ああ絶対言わないで。そして AV とかだったら、それで俺がチラチラ見てたら、わざとなんかさ、そのあ、お兄さんこの干物どうぞとか言いながらちょっと胸チラとかしながら、うん、で俺が、あごめんちょっと箸置き落としちゃったって言ったら、なんかゆっくり妹が足広げてるみたいな。最悪。最悪。あのありそうだわ。よくある AV の夢の展開シリーズ。見た目の展開シリーズ。そうね。だから変なこと言っちゃダメなんだって。でも兄弟でここは揃えてあげてほしいよね。そうよ、似てね。俺ら兄弟ないかな、ね、そういう嫉妬なくてよかったけど。いや、よかった。もしさ2人にさ、うん、妹とかお姉ちゃんいて、とにかくお姉ちゃんは美人で頭がいいって言われ続けてる妹、うん、きついな。でも妹の方が美人で頭いいのがきついかも。あ、そう。姉としての格言を保てない。ああ、威厳をね。威厳だ、うん、そうね。なんかまだお姉ちゃんの方がこう、あ、お姉ちゃんも全部できるんでしょって言ってグレやすいじゃん、こっちは。グレ、素直にグレれるけど、うん、グレられないじゃん、姉だと、ね。うん、いや、ほんとね、なっちゃんとかバビちゃんとかもね、そういう感じだけど、ほんと妹ってもう超美人でめっちゃスタイルって、なんであんな頭いいのって。いや、ちょっと妹無理じゃない。無理だ。で性格もすごいから、なんだろうね、ほんと半分ずつにすればよかったのにねみたいな。親戚のおばちゃんってそういうデリカシーなこと言うじゃん。言うね、うん、すごい言う、ね、なっちゃんとかバビちゃんにも半分あげたらよかったのにから。すごいばあちゃん、いやーみたいな。すげえことすげえ言うじゃんみたいな。ほんとよ。私それきつい、どうしよう。きついね。ねえ、あんた妹はあげな、ほんと美人さんでからも性格もいいでね、頭もいいでから、ほんとお姉ちゃんもほんとなんかね、爪の中でも先生もらえばよかったんねんから。ねえ、うわ、なっちゃん気にしなさんな、あんた人権は誰にでもあるとよ。もうギリギリの戦いよ、もう。あんたにあるのは人権ぐらいしかないっていう、ババア言い出すから。なんで親戚のおばちゃんってそういうね、人がいるんだろうね。昭和のババアはブラックユーモア好きだからね。そうよね。あ、そうか。そう、ね、確かにね、うん、だからお兄ちゃんでよかったかも。お兄ちゃんでよかった、うん、あ、そうね、うんうんうん、お兄ちゃんでよかったかも、うん、そう思う、うん、そう思う。でもさ、胸はちっちゃい方が好きって男の人、大きいよりも好きっていう人は聞くけど、うん、後藤さん、男のあれに関してはもうめちゃくちゃちっちゃい方が好きっていう人聞いたことないんだけど。めちゃくちゃはないよね。何？ユニゾン盲虫？ユニゾン盲虫出たね、今。あなたたちほど息の合わない人間たちが、ユニゾンでかなり。ここが合うってことはもう全女性だよ、もう。ちっちゃい方がいいっていうことはないよね。ちっちゃいけど、サイズ感で言うと、うん、1から10まであったら3ぐらいはあるじゃん、うん、好きな人。まあそうね、3ぐらい、3ぐらいの人、1はやっぱ少ない。うん、3ぐ
らいがいいってさいる。でもさ物事ってね進化すればするほど小さくなるのよ、うん、コンピューターだってみんなちっちゃくなってるじゃん。おそうだ小さい方がやっぱ進化してるのとはいえねとはいえね本当のこと言ってんだけどこれね慰められちょっとな説得力はないよねそうか、まあ、ある程度はねある程度は欲しい。そうね10は10で厄介じゃん。10は厄介よ。10はね、うん、ねえ本当女性は欲深い。そうね、うん、男性は10でも1でもいいって言ってるもん局に行ってくださいって泣いてた誰が局に行ってくださいって言ってた。なかなか温泉行ってみたら兄ちゃんのがでかかったって曲はないね。うん、あんのかな、ブルースとかにあんのかな。でもやっぱこの海援隊ってさ「あんたが撤収!」ってさ大きい人に言う曲なんだけど、うん、もう一曲海援隊でここでもかけてる冗談って「JODNA」みたいな曲があるんですけど海援隊ってなんかやっぱその兄ちゃんのがでかかったみたいな曲が多いなと思って。リリーさんの顔JNA そうですか。なんだか大丈夫かなもう、はい、黙っていればいいもの番長あんたが大将。なんでやっぱこう久しぶりにこの3人でやるとね昭和のスナック感が濃厚に出ますねやっぱね。ね出るいいですね。そしてこの収録中に日付決定したらしいです。おクリスマスイベント、おー12月23日の夜正式発表をお待ちくださいってディレクターが言えって言ったけど、うん、言いませんはい、でもまあ23日は祭日だっけ。あそうかもう今は天皇誕生日じゃなくなって、でも天皇誕生日じゃなくなったからって言ってグリーンデーのまま残せばいいのにね。ねえ、うん、そっか平日の夜になっちゃったみたいですけども、フライデーじゃないですか、はい、前日、うん、金曜日になるのかな。うんうん、まあ多分そこで収録も兼ねた公開録音ということになると思うので、まあ2本分ぐらい撮ることになるでしょうから、これ2本分撮るのもどうなんだっていう、これ正月過ぎてもまだクリスマスのネタやってるってことになるんですか。うん、さすがに今年は偉い人も今年も年またぎのラジオお願いしますと言わなくなったね。ああまだ言われてないですかね。